僕デザインのことは全然わからないんですけれども、やばいやばいやばい。いや、めちゃめちゃ渋いなこれ。 HP のこれ確実に馬力3馬力上がってますよ、間違いない。今日も大阪は暑いけれどもさらっとしてる、珍しい。ハワイに行ったことないけどきっとこんな感じなのかな。皆さんこんにちは。今日はですね、この HP のブレーキガードをつけたのでテスト走行をしてみようと思います。あの真面目に2馬力は上がってると思うので、ちょっとパワーをさらに持て余すぎますけれども、街中を走っていこうと思います。北加賀屋というところで、なんかSNS スポット、がなんか密集してるみたいで、あ、そんなんがあるんだと思って、まあ、近くなんでこのブレーキガードの試乗がてら行ってみようと思います。後ろの車は真っ赤なポルシェ、これケイマンですね。赤が綺麗だな。僕987型は乗ってたかな、ケイマンには。なかなかいいね車だと思いますよね。ポルシェの中でも扱いやすそう。やはりね、エンジンがリアにあるっていうのはバランス的にね、やはりテクニックがいると思うので、そういう意味ではこのミッドシップのケイマンは扱いやすいと思いますけどね。さてはまずはここはいわゆる道頓堀、はい、グリコ発見、人多いな。今日もポケモンのなんかイベントやってるみたいなので、また後で参戦しに行きますよ。またこれも興味ねって思う方の方が多いと思うんですけど、ゼニガメが大量発生&フリーザーですね。一瞬で何倍駅、早いな。やっぱりバイク早いわ、車だとね時間かかるもんね、混むから。いやー、最近電車乗ってないな。まあ、乗ることないもんな。なんかいい匂いする、ジッポじゃないしな。それでその北加賀屋というところにその SNS スポット、何があるかというと壁があるんですよ。壁、ウォール、壁ね、ウォール。よくお店とかね、なんか壁画みたいな感じでデザイン調の落書きではなく、ちゃんとした、まあ、町おこし的だと思うんですけど、まあ、北加賀屋って町おこしてなあかんのか分かりませんけれども、それが結構あるみたい でたまに通ることはありましたけど、まあ、そういうのがあるって全然知らなかったので、まあ一応大阪市民としてはとりあえず一回行ってみようかなというところで、まあ距離も近いので行ってみようと思います。いやー、今日暑いけどさらっとしてるから全然気持ちいいな、逆にいいな。いやー、やっぱり暑い、やっぱり暑いな、暑い暑い。ここのこれ信号なんだ、元町三北、この交差点をね右に、こちらに入っていくと、勝屋さん、美味しいカレー屋さんがあるんで、皆さん一回行ってみてくださいね。結構美味しいですよ。あれ、あの自転車ってレンタサイクルか。おお、なんか3台ぐらいお揃いや、いいやん。わ、時代やな、金髪か。なんか大阪の女の子のイメージってきっと他のところから見たらああいうイメージなんだろうな。やっぱりこれかっこいいな。
まあ高速域でこれでどれぐらいそのハンドルに振動が出てくるか、それはちょっと気になるところではあるんですけれども、右だけが重くなったとか軽くなったとかという感覚はありませんでした。まあただちょっとグラム数測っておけばよかったな。まあ今度外す機会があったらちょっと測ってみますね、重量を。熱っ。あ、やっぱこれ湿気とかはあまり関係ないな。この暑さはやはりリッターバイクって強烈だな。マジでこのお尻の下でグツグツ鍋をね炊かれているような暑さがやはりありますね。これ確かにこのリッターバイクダイエットなるわ。もう汗以外にもなんかドバー出てきそうだもん。熱。やはりこのストップアンドゴーの繰り返しだと水温が100度を切らないですね。ねえ、確かにこれは負担かかるな。やはり真夏はなかなか大変だ。まあおじさんにもね十分負担かかってるけどな、うん、いやしかしガソリン高くなったな。ガソリン高いな。若い頃はレギュラー80円台とかあった記憶あるもんな。さて、加賀屋の交差点、あ、北加賀屋の交差点かにとりあえず到着。現場は近いぞ。宝の地図で確認。この女の子ら間違いなくそのウォール行ってるな。まず現在地が今私ここ、この水色のところやな。よし、宝の地図終了。うろうろここら辺迷ってたら出てくるだろう。じゃあここから入っていこう。明らかにチャリンコの方が、やったー1個目。あ、わかるわかる、なんかいいねもらいたくなるの、これはなるわ。めっちゃいい。あ、めっちゃわかるわ、めっちゃ女の子の気持ちわかる。 あ、めっちゃいい。そういうものでいいか。なんかね、あ、皆さんここ一回来て、あ、わかる、バリ女子の気持ちわかる。スポット行きたくなるわこれ。これいいねもらえるわ、マジでもらえる。ちょっと待って、さっき宝の地図ノリでもう直したけど、よし。とりあえず1個目クリア。これか。次この裏っ子はここに入ったから、その1通のとこに1個入って、よし10時、よし。これ終わる頃にはこの宝の地図ぐちゃぐちゃになってんな。もうぐちゃぐちゃやけど、よし次。いや、おっちゃん頑張るで、マジで。これはみんなからいいねもらうで。よし、これ歩いた方が絶対早いけどでもバイク動かんにはいかんしな。こんなリッターバイクでこんなのとこをうろうろしてたら迷惑やな。ワンちゃん泣いてるし。泣くわな、うっさいもんなバイク。いやでもね、1個目で分かった。いやね、正直なところ2つ3つちょっと移して帰ろうかなって思ってたのが本音なんですけど、これはねちょっと全部は回れないにしても、めっちゃおじさん面白い、これは面白い間違いない。
ちょっと皆さんね、北加賀屋ね、大阪の北加賀屋壁で調べたらね、すぐ地図が出てきますわ。なので一回ちょっとそれでね、調べてみてください。次はこちら辺かな、ここら辺だったな。いや、なんかもう何でも反応してしまうな。都整骨院、まず2つ目、これね、絶対歩いた方が早い。よし、テーマは分かりませんが、鳩とロバ。反応しねえ。 OK、 これで OK。 よし、2つ目完了。よし、次、なんとなくイメージが分かってきたぞ。よし、これ全部、ロバの家だって、これ。あ、まんまやな、鳩の家じゃないんだ。なるほど。この裏側、そこに1個と、この裏に1個、2個。んで、十字路があったから、あそこか、あそこ右やな。よし、OK。